取材取材取材トラッドのドープラッドトーキング、呆れるくらい澄んだ空見上げ進んでく、誰が止めても無駄なんて明白。皆さんこんばんは、トラッドの近藤孝之です。こんばんは、トラッドの小野大輔です。今週もノープラットトーキングスタートしました。イエス。だけどね、冒頭取材取材取材という、はい、印象的な文言ですけれどもね、うん、いやー始まりましたね。始まりました。構成がそうですね、はい、ニューシングル発売にね、うん、再しまして、そうなんです。取材構成でもうありがたい限りです。まあ、11月4日にもうね迫ってきてますから、あっという間ですよね。そうなの、うん、いやあの取材日っていうのがね、はい、設けられてまして。そうですね、まあ本当文字通り朝から晩まで、そう、各社のね、はい、インタビュー取材と、うん、あとはあの写真ね、はい、そう、あの撮らせていただいて、グラビア撮っていただいてね、撮っていただいて、そうなんですよ、うん、まあそれが続いてるんですけれども、今日も収録前に、そうですね、出まして、もうありがたいことですよ本当に。もうさ、うん、前も言ったかもしれないんだけどさ、うんうん、俺はさ喋、うん、ることがなくなってくるわけ、うん、で同じことをちゃんと喋るのだから。そうだね、近藤君なんかやっぱりさ、うん、ちょっと新しいの入れてくるよねいつもね、うん、あそれを考えてたんだとか、うんうんうん、でそこも考え方がね、こう小野君はこうみんな同じ、あ、そうそうそう、安定した、うん、であるべきだっていうところもあるし、僕はなんかそのね、こう全部揃えてくださるお客さんもいらっしゃるかと思って、あ、なるほどね、うん、っていうところがあると思いますけどね。まあやりがいがあるってことだ、そうですね、ね、うん、取材取材ですよ、うん、取材はですよあなたが思うより宣伝ですですよさあ、なるほどね、今流行りのね全部集めてる人もいるかもねーですかもねそうね、ああいう女子高生が歌ってね、あ、うん、でもそう、あの喋れば喋るほど、うん、そのストレンジャーズ、うん、というその曲の理解が僕らも深まるしね、うん、そう、喋ることによってね、そうそう、頭が整理されていくからね、頭の中がね、うん、まあね、あのまだまだ明かされていないこととかもあるかもしれません、はい、ラジオでもいろいろ喋っていきましょう。そうですね、ね、はい、そのわけで聞いててください、はい、それでは始めてまいりましょう。トラッドのドープラッドトーキング、今日も最後までよろしくお願いします。呆れるくらい澄んだ空見上げ、この番組はポニーキャニオンの提供でお送りします。トラッドのドープラッドトーキング、改めまして近藤孝之です。小野大輔です、はい、そう、トラッドの中にアッドって入ってるねそうね、カバーするか、カバー、おお、いいじゃないですか、取材話で取材話でわーわー言うとりますけれども、はい、まあ最近の僕らなんですが、うん、まあでもこれにまず触れなきゃいけないと思います。ストレンジャーズ MV ショートバージョン公開、なんでもそうらしいですよ。そうなんです、ね、うん、皆さんね、もう見てくれましたでしょうか。そうですよね、まだ見てない人はもうラジオはやめて、うん、MV の方見てください極端極端やんね、え、極端じゃないですか。極端ですか、うん、まあ、じゃあラジオ聞いた後でいや、それその方がいい、見てほしいよね、よりエモーショナルには。近藤君、はい、見たんですか。見ましたよ。おー、めちゃくちゃ勇気振り絞って見ましたよ。ではそんな、それが本当、それがこの私が演者さんですよね。演者さん、演者であるからこそなんですけど、はいはいはい、やっぱ昔僕はやっぱ舞台畑だったので、うんうん、体で表現することがを毎日毎日やってたんですよ、はいはいはい、それ僕25ぐらいから声優一本に絞って、うんうんうん、なんです、体で表現するっていうことに自信がなくて、ほうほうほう、だからこそちょっと見れてなかったっていう。見れてなかった、はい、だからあれだよね、ほぼほぼお客様と同時ぐらい、うん、全く同じですか、はい、に見たと。そうですね、はい、どう
どうでした？まあある意味新鮮だよねそれね。新鮮だった。ね。こうなってたんだって思って。こうなってたんだ。わーって思った。そっか。うん、あの自分が表現したことがここが使われてるんだとか。うん、ね順番とかもね。やっぱりこう、はいはいはい、撮る順番とこう実際の構成とは違ったりするから。そうだね。あこういう風に差し込まれるんだとかっていうのをね。どこが意外だった、うん、ショートバージョン。ショートバージョン、うん、意外だったところは、うん、電話ボックスの下りが結構使っていただいてたところは意外だった、うん、おなるほどね、うん、確かに俺も思った、うん、あんなに使ってくれてるんだねえ、うん、仲のいい友達なんだったらあれだよね、うんうん、2人が思ってるガールフレンドを取り合ってるみたいなあ、うん、そうねステファニーね。そうねステファニーね。ステファニーなんだ、うん、それポポの奥さんじゃんイベント見ましたよ。ありがとうございます。じゃあ配信で見てくださって超いいイベントだった。本当に太客ありがとうございます本当においおい、これからも吉奈にどうぞ吉奈にお願いします。ラジオの相方を太客呼ばわりするんじゃないよ確かにつなぎ止めときたい。電子チケット、うん、久しぶりに買ったよ。ありがとうございます。わざわざ招待するのに言ってくれたら。いやもうだ それダメよ。いやダメか。やっぱファンの目線で見なきゃ。もうそういうとこ好き。また来て。もう太客。10年後の夏次いつやんの。10年後うわ53歳でやるから。だいぶ先だな53。でもイリノ君は43でその時は。そうだね。俺らと同い年だ。まだ若えなあいつ。そう早見ちゃんもまだ若いしね。早見ちゃんそうだね、うん、そう言われたら、うん、いやあのイベントめちゃくちゃ良かった。ありがとう。ちょっと MV の話からちょっとそれちゃったけど、うん、それどうするその話、うんうん、MV の話とあの花の10周年イベントの話なんかおかしいけどね、うんうん、メールとか来てた MV の、うんうん、メールは来てるから MV のメールはあるから、うん、とりあえず、うん、あの花の話していいの。なるほど。そうなんだ。あすごい寛容な番組。こんな寛容なラジオないよ、ね、ポニキャンさんすいませんね。本当ありがとうございます。アニプレックスの作品ですよ。そうですね本当だよね、うんうん、ただ良かった。すごい。いやありがとう。いやまさか見てくれてると思わないからさ。そう何も言わずにね、うん、ただチケットを買って、うん、手続きをして、うん、配信をリアルタイムで見ておりました。本当水草言ってくれてたらね小野くんにしか分かんないサイン送ったかもしれないの俺が、ね、どういうあの状況下においてどういうウィンクとかね。ウィンクとか、ね、あのいやね、うん、やっぱおかまりさんの脚本が、うん、もう神がかってた。いやー俺らも読んで、うん、いやここまで、うん、結構淡い仕立てになると思ってたんだけど、うんうんうん、結構具体的に10年後描いてくれてたね。しっかり描いてくれてて、うん、あこれが見たかったなってやっぱ思った。いやありがとうございます、うんうん、ポッポがね、うん、そうポッポだけなんかほら相手がいなかったじゃない、うんうん女性が。そう替えの外感ありましたよね。でもちゃんとね、うん、誰でしたっけ奥さん。ステファニー君が片言になる必要はないと思うんだけど、うん、かなり癖のある言い方をされてましたね。ステファニーに感化されたんだね、うん、じゃあね。そう、うん、ステファニーと結婚して子供がもう2人もいて。ステファニーはなんて呼んでるんだろうね。ポッポのこと。ポッポ。ポッポなんだ。ヘイポッポ。もうそんな親しみじゃないはずなんだけど。ポッポなんだ。ポッポ。カモン。あいいね。うん、あでもその関係性いいね。うん、ステファニーとポッポ。まあそこも幸せなんか見てて幸せだったしね。うんうん、でプラスさやっぱジンタンとアナルのね、うん、関係性が。うんうん、そうだったね。ちょっと進んでて、あれ衝撃的だったね。攻めたなと思ったよ。おかまりさんの脚本ってやっぱどこまでもリアルな部分があって、うん、俺ね何でもないシーンだったんだけど、バーベキューしてたよね、うんうん、バーベキューしてるシーンで、うん、ジンタンビールに氷入れるって、うん、ああって言ってたじゃん、うん、あのシーンがめちゃくちゃ俺刺さって。本当に見てくれてたんだな。あそうだよあの何気ない感じうん、うん、全部を正直物語ってる気がして、うん、ビールに氷入れないよ普通、うん、でもバーベキューだし、うん、ジンタンは氷入れる派だってことを知ってるわけだよ、ね、そういうことか。どんだけ通過なの。やべえ
なんで演者がそこを俺理解してなかったんだろう。してない、いやいやいや、あ恥ずかしい。まあ振り返ってみればそう思うでしょ、うんうんうん、おいおいすげえいい関係じゃん。そっか、うん、お酒飲む人は気づくんだそこで。そうだね、ビールに氷入れるんかいと。そう、あうわなるほど、なんだできてんじゃんみたいな、あっていう感じとか。なるほど、酒飲みが分かるっていう意味では、うん、メンマが、うん、芋焼酎に生まれ変わって妖精になってたのもいるかもみたいなね。よかった、よかったよねメンマ印の芋焼酎出たら俺買うわと。すげえ太客じゃんマジで太客。また出た太客あの多分俺そうだね、谷町だね俺。谷町そうだね、そう谷町だな。俺は谷町ですよ、ね、うんうん、あの花の谷町です、うんうん、いくらでも出す。知ってるか分かんないですけど、はい、あの花ラジオに小野くんを呼ぼうかっていうあの流れができてるの知ってる。なんだそれ、本人知らないところでできてんだ。毎週小野くんの話題がを話すんだよね。10周年のラジオですか、あのラジオ。なんでわかんない、俺は自然に小野くんの話題が出たんだけど。ああ近藤くん行った時に、そう、うん、その前の出演者の入野くんも小野くんの話してたらしくて。美優くんどうした。じゃあみんなもう小野さんの話を絶対一個はやろうってなって最終的にゲストに呼ぼうって海野くんが言い始めた。おかしくないそれ。うん、おかしいまあただ俺こんなに好きだからな、太客だから。すごい、うん、すごいあの花の話すっごいしてるけど、うん、うん、あの俺ストップウォッチも押してなかったからもう頼むって言ったじゃん今日は。どんだけ喋ってるか分かんなくなっちゃったけども、でも本当にいいイベントだった。ありがとうございますね。また何卒よろしくお願いしますね。楽しみです、うん、はい、ね、あ10年後の夏がまたね楽しみになりましたね。53歳さあ、そんなわけでですね、うん、そろそろ MV の話をしなさいということなんであのメール、いや、はい、ありがとうございます本当に。さあ、はい、ラジオネーム十文字さんからいただいております。9月4日に公開されたストレンジャーズの MV ショートバージョンを拝聴いたしましたので早速感想をお送りします。ありがとうございます。前回の Take You Higher は空の青さが鮮烈でしたが、うん、今回のストレンジャーズは澄み渡る海の青さが印象的でしたね。そうですね。ストレンジャーズを2桁以上リピートした後に改めてテイクハイヤーの MV を見返してみましたが、四季や場所によっても空や海の色、青という色がこんなにも違って見えるんだなという発見がありました、はい、日本にもまだまだ素敵な色の世界があるんだと思うとワクワクして、お二人のように車を出してフラッと旅に出かけたい、そんな高揚感と期待感をもらえる MV でとても素敵でした、はい、というふうにいただいております。青確かにとても印象的でしたね。そうですね、両作品とも、うんうん、青が印象的ですね。なんだろうね、うん、なんか衣装もさ、うん、青着てたじゃない、あの時テイクハイヤーの時ってさ。テイクハイヤーの時青着て、うん、あ、小野くんは青着てたね、うん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 、こんちゃんのもさ黒ってよりは濃い、あの紺色みたいな色じゃなかった、ネイビー。そうだったっけ、うんうんうん、そうだから何気にトラッドのカラーってそういう、うん、あの青系統っていうかさ、うん、あのこのドープラットトーキングの番組ロゴもなんか紫とか水色とかが確か使われてるから、うんうん、そういう淡い寒色系の色が僕らの色なのかもしれないよね、うん、だんだん色がね出てきたっていう感じですかね。うーん、やっぱでも見てくれてる方もね、やっぱ青が印象的なんだね。そうだね、うんうんうん、まあ、特に今回のねミュージックビデオは本当になんか抜けるような青って感じがしましたよね。うーん、ドローンがいい仕事してましたね。ドローン良かったね。うん、ドローン良かった。ずっとドローンでもいい、良かったぐらいだよね。うん、だね、うん、だねもおかしいね、まあ、まあまあまあ、うん、ドローン良かったよね。うん、うん、ずっとドローンでもよかったループしてる、タイムループってこういうこと言うんだちょっとループをちょっとね、うん、抜け出しましょ う, そうだよ、ね、次のメール、はい、行きましょう。ラジオネームメロスナさんからいただきました。ありがとうございます。小野さん、近藤さん、スタッフの皆さん、こんばんは。こんばんは。いつも楽しい放送ありがとうございます、うんうん、MV とても素敵でした。ありがとう。
空や海や建物の色鮮やかさがまるで異国を旅しているようで、うん、歌の雰囲気に合っていますね、うんうん、サビの映像も歌とリンクしてどこまでも広がっていく感じが素晴らしかったです、うん、後半はお二人の日常の延長のような映像が見られるので今からとても楽しみです。また前回の MV メイキングもお二人の素に近いような雰囲気がとても楽しかったので今回もキャニメ版を買いたいと思います。もし迷っている方がいたらキャニメ版を強くおすすめしますとのことでございました。おちょっと我々の代わりにこうキャニメ版を押してくださっているということで、すいませんね、太客ですよこの方、その方も太客だと谷町ですな。そうですね、あもう大事にしましょう、大事にしましょうね、うんうん、谷町相撲用語ですけどね。そうですね、もともとは相撲用語なんでね。そうですね、支援者って言うんですけどね。嬉しいなでもね、うんうん皆さん本当に谷町ですよ本当に何回も言う今日何回も言うね、うん、このループを脱するために谷町ループを脱するために谷町ジャンクションを抜けるために次のメールを読みます、ラジオネーム小森さんからいただいております、はい、ストレンジャーズの MV 拝見いたしました。ありがとうございます。番組で音だけ聞いていた時からサビの爽やかに開ける感じが、何度聞いても心地いいなと思っていました、うん、MV でもその部分がちょうど高いところで歌うお二人のシーンになっており見晴らしの良い景観と相まって爽快感がより増して感じられました。フルで見るのが楽しみです。前回の MV 低級ハイヤーの時にサビで偶然動きがあったというお話をされていましたが今回そのようなおさすが俺たち的なエピソードありましたか。ということでございます。はい、サビで動きが偶然あったなんてこと、まあ、テイクハイの時に確かに、うん、あったあった、はいはい、あと前後ろをこう交代するやつとかも結構ねうまいことハマったりしてた気がします、ね、そこ打ち合わせはしてないですよね。そうなの、うん、うん、今回はやっぱねドローンだよね。そうドローンでドローンはねあのどこ見ていいか分かんないんですよそりゃそうだよね、うん、縦横無尽に動いてるからね。そうただ爆音を轟かせてねそうすごい音するよねあのドローンってね。そうだね確かに確かに、うん、でさらに言うと、うん、やっぱ監督からの指示も、うん、そのまずこういう風な感じのシーンですって言って離れてったらもう聞こえないから、うんうん、そうなんだよね。あとはもう自由演技もうそ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  う, そ う, うんそう近くに人がいないからねスタッフさんがいないからそう2人だけで何とかしなくちゃいけないから必然的にあの時はねあの高いところにね、うん、あそうだね2人ぼっちみたいな感じになりましてうんそうだよね。こんちゃんどこ見るってちょっと分かんない分かった分かんないけど分かったっつってやったら、うん、上がり見たら、うん、いい感じにそうだったね。やっぱあの違う方向なんだけど同じ高さ見てんの、うん、あこれがすごいいいなと思った。そうだね、うん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 、そういうところを選んでくださってるしね先生もね。あでもそっか監督の先生もね、うん、監督の編集の妙ですね、うん、あれは、うんうんうん、そこはでもすごいさすが俺たち的エピソードですね。そうですね、うんうん、どうですかさすが俺たちって思ったとこありますか。さすが俺たち、うん、そうだね、うんまあでもなんて言ったらいいんだろうなんて言ったらいいんだしょうおお来た浅野敦子だしょだしょだしょワンレンなんて言ったらいいんだしょう。そうっすねあれじゃないですか車のシーンじゃないですか。おほう、うん、車、うん、あれ助手席乗ってた。そうそう助手席乗ってた、はい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 、なんかねさすが俺たち、うん、あれさあれ確かさ、うんうん、わかんないよわかんないけど、うん、小野くん小野さん次小野さんの車運転するシーンです、うんうん、って言われて呼ばれてった気がするんだよ。おお確かにはいはいはいそうだと。でも俺は自然に、うん、何も言わずに助手席に座ったんだよ、うん、そうでしょう。ええそしたらそのままスーって撮影が進んでいくからええあーってうんえあのシーンよしよしって思って、うん根底はそうだったのもしかして。だって楽しそうじゃん乗ってなかった、予定にないなんといやだってもね助手席にでも、ね、乗り込む取材でも言いましたけど、うんうん、おかしいじゃん2人で旅してるじゃん、うん、しかも冒頭
がさ、そもそもあの車であそこにたどり着きましたっていうシーンなのに一人しか乗ってなかったら、ちなみに俺自転車乗ってたし、君が車で旅してて俺一人だけ自転車で追っかけてるって相当なロードムービーになると思うよね。すごい脚力だよね。だよね。そうだから俺はえここ俺乗ってないとおかしいと思うんですよね。あ、なるほどなるほど、うん、と思いながら、うん、黙って乗っただろう。黙ってすってパタンっつって誰も何も言わなかった。シートベルトさ、いやでも普通にその後演出入ってたもんね近藤くんにも、うん、近藤さんはこういうこっちをこの辺向いてくださいとか、だ多分あれは正解だよ、あれで、うん、そうだよね、合ってる合ってる、乗ってよかった。さ、そうだよね、うん、おそらく2人のシーンだったんだと思うんだよただ俺が呼ばれなかっただけなんだよあのね、うん、監督はね、うん、結構それぐらいね、うん、スピーディーに撮ってるからそこのご時世ね、タイトルに撮ってくださったんだよ。いやそうなんだよ、うんうん、けどあそこね、うん、何回も撮ったね、うん、車のシーンね、楽しかった、あれ楽しかった、ね、暑かったけど楽しかったね冷房つけられなくて古いねあの車だったからね、あれだけでもよかったけどねあのアメ車にずっと乗ってるシーンだけでもどんな PV やね、ドローンずーっとドローンで車車だけ映してるの、ゴミ安高さんの試乗動画みたいになるのいいすし、うん、車を宣伝したわけじゃないから、うん、モータージャーナリストのゴミさんと隣に乗ってるバンビだよな、うん、バンビ知らんけど誰かは俺は知らんけど、うん、バンビ、俺はバンビ役でね、そう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 、うん、このトルクがねそうです、それも本末転倒になっちゃうからあそうかそうか、うん、そうならなくてよかったです、よかったですよね、うん、MV たくさんでも感想いただきまして本当にありがとうございます。僕たちへの質問疑問やってほしいことなんでも OK です、メールお待ちしております。ではここで1曲お聴きください。11月4日発売のニューシングルよりドラッドでストレンジャーズ。トラッドのドープラットトーキング、トラッドですけど何か、我々はすでに約20年の付き合い、もはや知らないことなどないはずということで、このコーナーではお互いの思考や好みを当てるクイズに挑戦してまいります。では早速やっていきましょう。まずは僕が出題者となります。こんちゃんはですね、はい、僕が何て書くかを予想して当ててください。はい、ラジオネーム空色都市さんからの問題です。私が好きなラーメンの麺の硬さは何でしょうか。私が好きなえこの方の、あ、小野くんの、あ、はい、はい、これわかりました。こんなのラーメンによって違うんだけど、あ、ラーメンね、これ決める、家系、家系ね、家系、うん、はい、なるほど、家系にしましょう。あの硬さ選べるからね。わかりました。家系は。はい。はい。書きました。じゃあ私はですね。はい。バリカタ。正解を発表したいと思います。はい、普通です。
家系とかいらなかったじゃん。じゃあのいるってちょっとすごい、聞いて聞いて、いやいや混乱したよあれで。聞いて聞いて、聞く聞く聞くけど、家系は、うん、バリカタダメだよ。あ、そうなんだ。あのスープが、あ、でも濃厚なんだけど、うん、あのなんだったら俺ヤワにする時がたまにある。あ、そうなんだ。うん、スープを吸うからね。そうなんだ。そうで、うん、普通っていうのは、うん、あのお好みどうしますって聞かれた時に、うん、俺すっげえめんどくさいから、うん、全部普通でって言うの。あ、そうなんだ。だからなるほど、知らなかったなっていう理由でした。めんどくさがりです。そうか、なるほどね、うん、はい。じゃあ私の方からもういいですか。合わないね、なかなかね。そうですね、はい、ラジオネームバンバンジーさんからいただきました。バンバン、私の好きなうまい棒の味は何でしょう。近藤くんが好きなうまい棒、はい、知ってるよこれは。知らないよ。食ってるとこ見たことねえよ。もう皆さんご存知ですよ多分ね。あの、うん、ちょっと変化球でくると思うんでこれです。はい、いきます。はい、チョココンポタ。ああ普通の一番美味しい。わかる、わかるんだけど。でしょう。普通そうなんだよね、うんうん。コンポタか明太あたり行くよね、絶対。そうですね。美味しいもん。チーズとかね。チーズね。うん、たこ焼き。チョコはないわ。チョコじゃないの。ないわ。そうでしょう。ああダメだ、当てに行っちゃったから逆に外れちゃいました。さあというわけでいつになったら、うん、回答が一致するんでしょうか。逆にすごいな。はい、以上です。このコーナーではリスナーのあなたからの問題募集しております。以上トラットですけど何かのコーナーでした。トラットのノープラットトーキング。お送りしてきましたトラットのドープラットトーキング、本日の放送も間もなくお別れのお時間となりました。この番組ではメールを常に大募集中。質問から希望要望コーナー宛てなどどんなことでもいいのでぜひ番組宛てにメールしてください。メールアドレスは trd@joqr.net trd@joqr.net です。ここでトラットからのお知らせです。トラットのファーストシングルストレンジャーズは11月4日発売。こちらは10月スタートのテレビアニメ吸血鬼すぐ知るのエンディングテーマになっています。初回限定版、通常版、アニメ版、キャニメ版の4形態での発売となっており、初回限定版とキャニメ版には MV やメイキングが収録されたブルーレイが特典でついてきます。さらにキャニメ版には吸血鬼すぐ知るの原作ボンノキイタル先生の書き下ろしアクリルキーホルダーもついてきます。どんな絵柄なんでしょうかね。こちらもぜひ。その他作品と連動したキャンペーンもありますので、詳しくはトラットの公式ページや公式 SNS をご確認ください。そしてテレビアニメ吸血鬼すぐ死ぬは10月4日より東京 MX 他にて放送開始いたします。詳しくは作品ホームページをご覧ください。はい、またトラットスペシャルライブ2021トラットの開催も決定。開催日は2021年10月23日、会場は神奈川県民ホール大ホールです。なおこのライブはオンライン配信の予定もしておりますので、こちらも詳しくはトラットの公式ページをご確認くださいませ。はい、ということで今回はね MV の感想たっぷりお送りしましたね。大半あの花の話してませんでした。そうでしたね。あのさ、だ向こうのラジオ行ってももう話すことないよ。いっぱい喋ったもん。そうだね、うん、あと俺出てないからね。そうだね。当人がいないとこで話が進みすぎてる。本当だよ、どうなってんだよ、うん、おい、うんうん、でも本当にいい作品です。ありがとうございます。それではまた次回お会いいたしましょう。お相手はトラットの近藤孝之と小野大輔でした。この番組はボニーキャニオンの提供でお送りしました。